どうも、キスケです。今回はスーパーベジットに全開覚醒ベジータの全開アビリティを乗っけてやろうと思います。まあこいつね、なんか全開覚醒全開覚醒するするってなんか地道に言われとって、まあ、結局来なかったと。まあこいつが全開覚醒したらもう相当ぶっ壊れなのはわかるんですけど、まあじゃあ全開覚醒来ないのであれば全開アビリティを乗っけてやろうということで、まあ相当強くなってると思うんでね、よければ最後までお付き合いください。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。合体選手パーティー対戦やっていきましょう。あと1体どうしようかな。黄色でいくか。はい、お願いします。なんかさ、名前がカカロットの人ってさ、すげえ高確率でなんかラグかったりさ、途中で切断したりさ、なんかしてこうへんなんか気のせいかもしれへんねんけど、なんかカカロットっていう名前の人がすごいなんかラグいで、僕の動画のコメント欄とかにもなんかカカロットっていう人がすげえ高確率でラグいですよねみたいなコメントがあったんで、多分合ってるんじゃないかなと思うんだよな。ただまあこの方がね、ラグ使いって言ってるわけじゃなくて、なんかそういう名前の人はなんかめちゃくちゃ通信環境が悪いっていう。大丈夫かなこれ雲行き怪しいな。ゼロカウントまで待っていく、やばすぎ。ちゃんとキャラクター選んだんかな。まあどうでもいいですけどね勝たせていただきます。ポイントチューチューさせていただきますか。やっていきましょう。ちょっと放置じゃないか即射撃打って確かめてみるかはい、あ、入ったでもなんかちょっと動いとったなってことは放置じゃないか、ただの嫌がらせかただの嫌がらせでした。解決。はい、バフ消してスキラリー。動いてるね。 OK、 避けて通常。OK、 いやダメ。まあ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 このまま食らって射撃圧打撃か。まあこれお願いかもしれんは嫌やな。はい、入る。悪くないんじゃないの。カモン。なるほど、これライジング打ってくださいって言ってるようなもんやな。じゃあ特殊圧で気力稼いで打撃圧入れて、まあせっかくなんでスーパーベジットでライジング打っちゃおうかな。いやちょっと待てよ。あー、ラギー、ラギーかも。これ究極圧で落ちるな、うちのスーパーベジット。舐めてもろたらあげまへんで。はい、股に突き刺してそのまま咲いていくと皆さん、あの冒頭で言ったこと覚えてるでしょうか。カカロットっていう名前の人はラグプラス切断中ですマジでゴミ、マジでゴミ。なんでなんやろね、何がしたいんやろか。マジで謎なんだよな、マジで謎ほんまもんの謎。まあこれもさ、バトルランク50いくまでの我慢じゃ我慢なんだよな。 OK、 対戦ありがとうございました。本気を出させてくれよ。はい、マッチングしました。合体選手パーティー対戦やっていきましょう。緑おらんやん、これでいっか緑おらんやんって言っときながら青色出していかへんねんけど、ちょっとこういう形でいこう。相手ブロリーとエクストリームの14号でなんかしっかりと青色強化しとったんで、これはね
緑田さんといかんでしょうということで対戦やっていきましょう。ナイス、合体サウンズ出てこない。オーケー、イージーイージー、問題ナイス。はい、まあ出てくるよな。オッケー。まあでもさ、このスーパーベジットもさ、あの1周年のキャラクターやけどまだ戦えてるやん普通に。そう考えるとすごいっすよね。ベジットブルーは一体いつまで戦えるんだとすごく気になるんですが、はい、いやー特殊技ないか。うん、特殊使う前にね、その変身したくなかったんやけど、それやったらせめて変身してから特殊技を引っ張って気力を回復して、いやマジで、射撃圧、射撃圧、なるほど、そらよ、最速いただかれていく。それは甘いよ、それはダメよ、ダメダメ。はい、近づいてくるからさ、うわマジか、単発射撃でなんか牽制しとけばわりかしいい感じになりそうやったと思ったんですが、しっかりと差し込まれましたね。あぶね、近づいてくんな。まだメイン残ってるから残す価値あるでしょう。ライジングラッシュなかったか。お？おい、なんやこれ。マジ勘弁してくれや。必殺圧。なんかやっぱりさ、その新シーズンが始まったすぐ、まあ、バトルランク35から40にかけてすげえ多いなと思うんやけど、めちゃくちゃラギ。ほんまに同じ回線速度ぐらいの人とマッチングしてるんですかっていう感じなんだよな正直。あー当たんない。当たんない、まずいよまずいよ。いやこれ落とせるね、よしすぎ。まあちょっとライジングパーになっちゃったけど、まあまあまあ大丈夫っしょ。はい、サイナリー、いやーダメ、よくないな、それ入らないぞ。じゃあな、よし、ナイスナイスだナイス、必殺アーズですね。で合体ザーマス出てきたんで、スーパーベジットでメインで見て体力回復してびっくりマークいただきます。ちょっと若干落ちひんか心配やったけど。せやー、かっこよすぎー。まあ、これでバニシング奪ったんで突っ込むか。はい、なるほど、それを待ってたか。オッケー、よしよし、難なく、難なくじゃないな、なんとか。はい、マッチングしました。髪の毛パーティーか。まあこれ覚醒ビルスから来るでしょう多分。さっきと同じ色でいきますか。これね、ロゼ出てこない可能性が非常に高いんですよね、ベジットブルーがいるから。だから黄色を出しやすい。ただ相手のベジットブルーの凸がさ、なかなかになかなかやったから怖いんだよな。バリア、うっそ、はい、うん、射撃多いな。これ多分ビルスのせいでしょうね。はい、タコナイスタコ。いやーこれちょっとカボチャ外してどうする。いや、はい、ああ射撃カモン、ほれほれどうした。オッケー、これでドラゴンボールかき集めていくか。射撃圧、あ動かないですね。動かないですね、いい感じ。
通常たまにあるよね、前に進めないっていう。はい、はい、おっそおっそ、大したもんだよ。うわ、落ちるんか。いやー、予想外です。ダメ。オーケーオーケー、ねじ込んでいく。大ジングラッシュ、じゃあ撃破図でいきますか。なんかさっきからすげえ危なっかしい試合ばっかやな。ビッグビッグバンアタック、さあ来い。うわ、危ねえ。いやー、マジかー、これはライジングラッシュじゃない、多分。いやー、痛すぎる痛すぎる、痛い痛い痛い。あ、ライジングない、マジで。おい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 、ええんか、ええんか、我、はい、まあ、これメインで回復しながら救急カートでビルスのお股を裂いていくと、はい、ビヨーン、胴体と下半身を離してタックル来へんかな。いや、来ないか。よう見てるね。あぶねえ、やべ、よーし、ねじ込んでいく。オッケーオッケー、悪くないぞ、おいしいよ。特殊圧打ってないよねこれ。いや、遅そ遅すぎ。特殊圧でいくか。相手バニシング残ってるんで、ちょっとこれは読み合いになってくるな。さっきからギリギリの戦いしすぎ。射撃射撃射撃、まだまだ。アップね。あー、終わったいや、アーツなかったんでしょうね。対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。合体戦士パーティー。なんだこの凸は。ええー。何ですかこの凸。やば。俺の合体戦士。なんかすげえみすぼらしく見えるからやめてくれへんかな。スーパーベジットが出るさ、無料のガシャあるやん。あの、チケットのやつ。超時空ラッシュでしたっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど。俺全然出ないですよ、スーパーベジット。マジでなんでこんな出えへんのって感じ。カパチン話するか。あー、危ねー。よし、これは美味しいな。うん、まあ、このまま殴って。いや、ドラゴンボールの集まり良すぎる。これ特殊アーツから打撃アーツで隙ありライジング打っちゃうか。いやー、ベジットブルーはこれがあるからやめられない。特殊アーツでいく。まあ、特殊アーツ使ったばっかやから、お相手の方をちょっと信じて、特殊アーツ。よし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 。そうだよな。普通ちょっとやっぱ選びづらいですよね、特殊アーツ打った後の特殊アーツって。危ねえ。いやー、良くないな。いや、火力高っ。死ぬか。いや、怖え。いや、どうしよう。いや、さすがにベジットブルーは捨てれない。ちょっと頑張ろう。はい、いや、ダメ。いい、ちょっと待ってちょっと待って。はい、ナイス。ちょっと待ってくれ。苦しい、めちゃめちゃ苦しかった。ほな、これはライジングじゃないわ、救急カーツかな。バフ消して。ダメージを与えるっていうのはこうやるんだ。ベジットのさ、スーパーベジットの色違い、なんかちょっと
服が茶色バンでるけどさ、結構かっこよくない？よし、まあこれは救急カーツですね。はい、救急カーツ。いや、いいぞ、流れ的にはめちゃくちゃいい。突の差はえぐいけど、倍ぐらい違うけど、なんとか食らいついてる。立ち回りでなんとかうまくはまってるというか。いけ、いやー、いいダメージ。よし、ダメ全然ダメ。いや、打撃1枚の火力が全然ちゃうわ。よし、さあラス1頼むぞ。なるほど、ここ勝てれば集中しよう。うますぎ、わろた。よっしゃ、いや、よかったんじゃない。うん、対戦ありがとうございました。サイヤ人に生まれてきてよかったぜ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はスーパーベジットに全開覚醒ベジータの Z アビリティ、全開アビリティか、全開アビリティを乗っけてみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、結構ね、基礎なしフラグメントとか、ベジット専用のユニークフラグメントとか、まあ、つけてるので、まあ、めちゃめちゃ火力出たんじゃないかなと思います。はい、でこれでね、ほんまにスーパーベジットが全開覚醒するようなもんなら、まあ合体戦士一強になるんちゃうかなっていう感じはするんですけど、まあまだ先になりそうですね。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではよき、ドラゴンボールライフを。バイバイ。You're all alone. This girl's a wonder.